はい、皆さんこんにちは、なっちでございます。独眼竜政宗にですねプラスを振りました。昔こいつハイパーでいたんですけど、その昔っていうのはまだジュエルとかテク語があるかないかぐらいの時代の時に僕こいつに振ってて、まあそりゃね解体されるわなっていう時代ですよで、ちょっと前に復活しました。いやーこれねパズドラの中で第3位ぐらいに好きなイラストですね。すごい好きですこの政宗というモンスター。ただ、まあ、性能はスペダン竜なんでお察しなんですけど、まあでもね、あの降臨のくせにこいつと同等もしくはそれ以下の金継ってモンスターもいるんで、まあ今日はそいつと戦うわけですけど、まあ強さが全てじゃありません。パズドラ好きなモンスター使って勝てれば僕はそれが一番幸せな時です。ということで、まあね自分のねプレイスタイルが皆さんあると思いますが、僕はやっぱ好きなモンスター使ってねダンジョンに行くのが楽しいですね。ということで、今回はこのパールもね入れてみて、結構新鮮なモンスターばっかですね。行きましょう。もうフレンドは安定のアテナですね。なんかビシヌとかね2コンボするのもめんどくさいし、一応政宗さんが攻撃のエンハンス化できるので攻撃タイプがちょっと多いっていう感じですかね。行きましょう。地味にハーレムです排気がありません。いつも通りですね。でパールしか溜まっていないと、あれちょっと待って、ちょっと一回退出していいかな。違う回で出てきちゃった。なんで気づかなかったんだろう。他はいいね。はい、すでに人より2倍スタミナを使いました。でここのね小玉とか結構強いんで、欠損してたりするとねめんどくさいっちゃめんどくさいですが、まあ、体力とかそんなに多くないんでいいんですけど、こいつがねレベル20とかで落ちるんで相当な戦闘力持ってるはずです。はい、あとプラマランにもね金継ぐ降臨非常におすすめですよね。まあいろいろな面を見ればソエルの方が美味しいのは確かなんですが、僕はねずっと同じダンジョンやるよりかはこう金継ぐとかをたまに挟んだりね、やっぱ同じダンジョンずっとやってると飽きますしつまんなくもなってくるんでね、まあ日によって僕はプラマラする場所を変えてますが、ちょっとマイクラが忙しくてあんまりプラマラとかもできてない状況ですね。学校の休み時間とかはちょっと頑張ってやってるんですけど、家では全然最近集会とかもできておりません。ここのねなんか忍者も強いんだよな。五右衛門とかの忍者ってほんと丸薬飲む前まではクソだった気がするんですけど、ここの忍者はね結構戦闘力高いんでね、まあでもありがたいことに火は出ないんで貫通も難しくはないですね。はい、ここですよ。周回の三畑、こいつのバインドですよ。暗闇はね、まあ、ね、3万歩ぐらい譲って、多めに見てやりますけど、こいつのバインドだけはちょっと許せないね。貫通できますかね？あ、微妙に貫通するパターンですか。ね、アルテミス使うと盤面やばくなる気もするんだけど、何も使わないと、それはそれでやばい気がするんで、なんかちょっと、パールか。パールで回復していきます。でさらにですね、アテナさんのリーダースキル修正が入ってるんで回復力も 1.5 倍だっけ、 1.5 倍だね、確かそんなもんに上がっております。痛いですね。まだ攻撃できないですな。そこのね闇の上人はドロップしたてでも攻撃力が1200ぐらいありますんでね、そこがすごいですよね。全然木が降ってこないんだけど、まあいいか、結局こいつは貫通は無理なんだし、ね、ゆっくり右を殴ってって、木ドロップがいっぱい来た時に、ちょっと左を倒すって感じでいきましょう。からくり。なんでや、ここで楓使ったら、絶対いい感じだったのに。なんてことをしてくれる。ちょっと回復もだいぶ危ないですね。昨日は超運で苦戦して、今日は忍者に苦戦するっていうね、ちょっと。で、木がゼロっていう。なんでこんなに不運なの？いや、回復しきれるはず。ちょっと、ね。頼むよ。独眼竜が忍者に負けてるようでは、ちょっと、恥なんで。
サルトビ流抜刀術。また木消したかと思ったら、そもそも木が少ないっていう。はい、ちょっとそろそろお願いします。右はなんとかなりますけど、左はね、1ではなんとかならないタイプの敵なんで。よし、右をようやく倒しました。地味にね、使わないモンスターのスキルとかも上げたい人なんで、ちょっと今よくわかんないパズルしましたけど、使わないモンスターとかのね、スキル上げもしたいんで、結構ね、このプラスで落ちる闇の上忍で天ルシのスキルを上げたかったりするんですけど、さすがにプラスがね、多分20個ぐらいついちゃいますから、混ぜれませんよね。でもさ、プラマラとか、じゃない限り金継ぐとか周回する機会なんてないじゃないですか。そこがきついんですよね。しかも天主に至ってはミニ天主とあと生徒会長までいますからね、相当量が必要っていう。まあ気長にやっててもいいんですけど、ちょっと未だに目処が立ちません。そしてマネキニアドラのドロップ率がね、異常に高い気がする。1.5 倍ぐらいやってんのかなっていうぐらい落ちます。そんなことしないと思うけどね、ちょっとプラマラで回る人が多いから、もしかするとね。いや、そんなことはない。そんなこと考えたらもう終わり。よし、政宗対決にはならず。剣心ですね。こいつは防御力がそんなに高くもないんで、意外とあっさりいけちゃいます。さあ、愛の輝きでございます。ソニアじゃないな、政宗先使って、ソニア使ってアテナでいきましょう。ちょっと木ドロップ残念ですね。まあ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 もうちょっと分割したかったですね。はい、これで多分半分ぐらいまでいきます。ワンパンはきっと無理です。オッケー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 、予想以上に減りました。ここでパール、アルテミス、カエデ、こっちの方がドロキョ。うわ、何これ、こっちでドロキョした方が絶対良かったじゃん。あ、落ち込んなし。あ、いけるんですね、意外と。まあドロキョもね、少しあったんでエンハンスもあったし、まあいけなくはないか。はい、ということで金継ぐさん使ってみました。違う、金継ぐじゃない。政宗使ってみました。ちょっとこの金継ぐ降臨読んでたらね、ちょっと金継ぐ降臨、金継ぐって言っちゃいましたね。はい、ということでですね、僕のね、お気に入りポイントとしては、こいつのなんといっても耳ですね。耳があるんですよ、こいつ。普通のドラゴンってさ、ヒレみたいなさ、あるじゃないですか。耳のとこに。こいつはドラゴンなのに、ふさふさしたこの毛と耳があるんですよね。そこがね、いいですね。で、この右目がどうなっているのかもちょっと気になりますが、究極に期待しているんですが、で究極がね、ちょっと信長しか来てないということで、多分機械竜とかみたいに忘れられてしまうんでしょうかね。天空竜とかみたいにね、みんな進化させてほしいんですけど、多分もうないでしょう。なんかこの前じゃない、この前ってほど前でもないですけど、結構前に山本プロデューサーが戦国竜擬人化して、なんか戦国の神として出すかとか言ったんでね、それが戦国神で消えてしまったのか、もしくはまだ計画中なのか分かりませんが、ちょっと政宗さんはね、なんとかなってほしいですね。見た目はまあこれでいいんですけど、性能がなんとかなってほしいんで、まあ期待しておりますということで、政宗を使ってみたという動画でございました。